皆さんこんにちは、藤本です。今回はですね、こちらです。吠える犬は噛みつかぬ。まあ、この中ね、この前調べてたらこんなことわざが出てきたんで、おこれはええやんと思ってね、ちょっとね、見させてもらったんですけども、吠える犬は噛みつかぬ。これ結論から言うと、噛みますよこれ噛みますよ。この状態は噛む。なぜかというと理由があるんです。ちゃんとなぜバーッと吠えてる、吠える理由っていうのがね、やっぱあるんですけども、大体はこれです。恐怖です。なので怖がってるんですよね。怖がってるから、あっち行けって言ってるんです。あっち行け、あっち行け、あっち行けって言ってるのに来られると。吠えても来る。じゃあどうするか。もう最終手段、噛むしかなくなってくるんですよね。なので吠える犬は噛みつかぬ、このねは、噛むかなっていうのが僕の結論なので、もしお散歩中にこれ吠えてる子とかいるんだったら、まあ、ちょっとね、そっとしてあげる。それが一番理想的かな。まあもうなんかね、変に構うと逆にあっちがね、怖がっちゃうんで、これをね、あ、怖がってるんだなっていうのを知っていただけると、またね、あっちのワンちゃんもね、飼い主さんも安心できるかなと思います。参考にしてみてください。藤本でした。